鳥取県の西端に約 20km にわたり弓のような弧を描く半島、弓ヶ浜半島。そしてその弓ヶ浜半島によって日本海と隔てられた湖、中海。この弓ヶ浜半島と中海は元から存在していたわけではない。長い年月をかけて変化し、今の姿となったのである。鳥取ヒストリー。縄文時代、地球の温暖化による海水面の上昇により島根半島が姿を現した。弥生時代になると気候が冷涼化して海水面が低下、急浜砂が出現して関湖が生まれた。これが中海の原型である。しかし8から12世紀頃、海水面が再び高くなり、急浜砂は本土と離れ、よみの島と呼ばれた。このよみの島と本土は、つながったり離れたりを繰り返した。平安時代以降、日野川流域で盛んにたたら製鉄が行われるようになった。するとこのたたら製鉄で流れた大量の土砂によって、砂浜ができた。江戸時代以降、たたら製鉄がさらに拡大すると、砂浜はさらに大きくなり、現在の弓ヶ浜半島となり、中海が出来上がった。江戸時代以前の弓ヶ浜半島は未開の砂地だった。木々がなく、風が吹けば砂嵐が起こり、一部の海岸地域を除いて集落もなかった。そんな中、吉川氏が米子城に入ると弓ヶ浜の開拓が始まった。戦国の時代が終わり、やることがなくなった武士たちを開拓に動員。多くの武士たちが弓ヶ浜半島に移り住んだ。しかし弓ヶ浜半島は水や栄養のない砂地、開拓は困難を極めた。延宝4年、境村の新兵衛は備中から綿の実を持ち帰った。綿の栽培は排水の良い砂質の土壌、開花期に高温、実が熟す頃に乾燥を必要とする。この条件は弓ヶ浜半島の砂地にぴったりであった。また綿は塩分に強い、よって中海の海藻を肥料に使うことができた。中海には大量の海藻があり、農家自らが採取した。ただ同然で肥料を手に入れることができたのだ。元禄9年、鳥取藩は半島を貫く農業用水路の開削に取り組んだ。米川の開削である。これは鳥取藩最大の工事で60年かけて作られた。この米川の開削により綿の生産量は飛躍的に高まった。また農家の主婦たちは作業の合間時間で自分たちの着る仕事着、晴れ着、布団などの生活雑貨を作った。これが弓浜絣である。深い藍色の地に白抜きの素朴な絵柄が特徴で、動きやすい服は農民たちに好まれた。さらに境港は日本海側有数の港町であったため、箒の鉄とともに境港から箒の綿や弓浜絣が日本海から全国各地に届けられた。こうしてさまざまな要因が重なり、弓ヶ浜半島の綿栽培は広がりを見せ、白州綿ブランドを築いていった。明治29年、輸入関税の撤廃により安い外国の綿が入ってくるようになった。さらに養蚕業が発達したことで綿作は大きな打撃を受け、次第に衰退していった。綿作が衰退すると経営的に安定するタバコが栽培されるようになった。タバコは塩分に弱いため中海の海藻が使われることはなくなった。戦前はそこまで透き通って見えていた中海も、戦後の経済成長に伴い急激に汚れていった。
また農地に殺虫剤や除草剤が使われるようになると、中海の海藻は減っていった。中海の干拓事業の話が聞こえてきたのは、そんな時であった。淡島です。